ステファニー・ド・モナコは、モナコの皇女。レーニエ三世とグレース・ケリーの次女で、兄に、アルベール二世、姉に、カロリーヌがいる。1965年2月1日に、レーニエ三世大公とグレース皇妃の第三子として、モナコ皇宮で生まれた。名前は、先祖のステファニー・ド・ボアルネにちなんで付けられた。1982年、17歳の時に、 母の運転する車に同乗中、転落事故に遭遇した。母は亡くなるが、ステファニーは一命を取り留めた。グレース比ではなく、ステファニーが運転していたという噂も根強いが、2002年に英国の雑誌へのインタビューで否定している。事故の翌年、退院してからクリスチャン・ディオールで、インターンとして務め、1986年にインターン仲間らと水着のブランドを立ち上げた。 母の死から3年後に、ロマーの娘らのプロデュースで歌手としてデビューした。1986年のデビューシングルオーラガンは、フランスで1位となり、100万枚のヒットとなった。この曲は日本で、石井明美や小田洋子がカバーしている。1980年代には、フランスの俳優ジャンポール・ベルモンドの息子で、元 F1 ドライバーのポール・ベルモンド。 アランドロンとナタリードロンの息子のアンソニー、人気絶頂の頃のロブローなど、数々の男性との関係が報じられた。1992年のマイケル・ジャクソンのシングル、イン・ザ・クローゼットでコーラスとして共演した。1990年代にモナコ皇室のボディーガードであったダニエル・デュクリュエとの間に未婚のまま子を設けた。ダニエルとは1995年に結婚したが、 翌年に離婚した。1998年には未婚のまま第三子カミーユを出産した。カミーユの父親とはその後も結婚することはなく、被着室死のため、刑事とは異なり、モナコの行為継承刑を持たない。2003年にサーカス団員のアダンロペス・ペレスと再婚したが、翌年に離婚している。ありがとうございます。